皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年の幕開けでございます。どうですか？太ったそうね、今年のメイントップ。コースがおっしゃっております通り、この動画は今年の目標を誓う動画になります。まあ去年は結構地味に過ごしてきた1年な気がしておりますので、地味にコツコツ積み重ねた1年じゃないでしょうか。今年は大きく飛躍したいと思っております。というわけで早速、じゃあポンスの目標から聞いていきたいな。5キロ痩せるそうだよね、実際太ったなって言ってたもんね。本当は10キロ痩せる。そんな必要なくない？全然太ってないよ。健康的に痩せてダン君といっぱい遊ばないとじゃあ5キロ痩せてダン君といっぱい遊ぶの？でも健康的じゃない、1年かけてゆっくり。1年かけてる場合じゃない、うん、もうあの3月までには遅くとも5キロ痩せない。ハワイ行く時までには痩せないと水着着れないみんなにとったら唐突すぎるのよ、ハワイとか言っちゃうと。ゴールデンウィークにハワイに行くんですよ自信を持って浜辺は歩かない、うん、他は仕事面2つ、はい、これはもう毎年のタスク、うん、年収を 10% 上げる。わお、大きいね 10% って。2つ目、英語で、うん、あのディスカッションがある。英語が喋れなすぎて業務に支障が出てるから英語喋らないと。すごい大きな目標ですね、相変わらず。そして、うん、ダン君シリーズ。 OK、 ダン君は今年は、習い事を始めさせて、うん、あとはいい加減にインターナショナルスクールに入れて健康的にダディなことを好きって言ってもらえるように接します。さっきもずっと抱きついてたね。ダン君のご飯の料理をもうちょっと頑張りたい、うん、勉強しよう。さっきハマってるもんね。そうと最後はプライベートなんだけど、うん、はい、人生を通じて楽しめる趣味を見つけたいと思います。なるほど。1年かけて探す。あ、いい加減にね、あの自己紹介の趣味の欄にお酒って書くの嫌なんだよね。何の特徴もないじゃない。嘘。というわけで私の目標以上です、うん、素晴らしい。ちなみに去年は達成したの？まあ私は達成したかな、うん、ダン君インターナショナルスクール失敗。失敗っていうかもう やめたじゃん。計画が実現されなかった失敗。まあだからそんな去年中じゃなくてもいいっていう話だよね。ここを作るって。あ、ここ作る失敗ここについては夫婦間で意見が割れております。はい、そもそも作るのかどうかをディスカッションしないといけないです。あのダン君のためには子供兄弟いた方がいいと思うけど、あのそれは年齢が近いとやっぱりいろいろこう友達感覚というかそういうのもあっていいかなと思って、年齢が離れるとそういうのはないからあんまりそこに対してポジティブではないっていう今のところの価値観がある、うん、それを覆すだけの材料もない、うん、年の差兄弟でもなさまるは欲しいんでしょう。年の差にこだわりがないかな、むしろ相手って全然 OK って思ってる。そんな年が離れた兄弟でそんなすごく仲良くない。そうなの。友達ではない、上下、上下関係。まあとにかくこんな感じであの意見が割れちゃってるから、だからすぐ2人目っていうのはなさそう。ある程度2人で話がまとまらないと前には進まないかな。し別に今の状態に不満を持ってるわけではないでしょ。だから今の3人家族3人の生活を充実させつつ、まあ、ちょっと今後のことはまだまだ議論を重ねる必要があります。決してネガティブな状態ではございません。はい、 NASA の目標を共有したいと思います。まずは YouTube 活動について、今年はですね15万人目標にしたいと思います。実は最初10万人だったんだけど、10万人でもいいかなと思ってる、ぶっちゃけ。まあせっかくね YouTube 始めて
ここまで来たので銀の盾は欲しいなと思って、なんか頑張ってきた一つの証じゃない。でもそれは10万人じゃないな。10万人そう、まあ、がっつり YouTuber をやっていきたいっていう感じではないから、そこまでは頑張ってある程度、まあ、影響力もつけまして、その次のステップに行きたいなっていうふうに思ってます。今年はまずはたくさんの人に認知してもらえるようにもうちょっと駆け抜けたいと思います。とインスタと TikTok もまあゆるゆるやってるんですけど、これもちょっと今年もうちょっと力を入れたいと思いまして、それぞれ10万人突破したいと思います。はい。まあ YouTube やるからにはちょっとまあインスタと TikTok もちょっとね付随してくるので、 YouTube、TikTok、インスタがメインかな、3本柱。まあね、フォロワーさんを増やしたいっていうのもね直近ではあるけど、フォロワーさんと濃くつながれるようになりたいと思ってる。それがこれです。ちょっとサブスクリプションを始めたいと思います。そこに登録してくださった方ともっと濃く関わる、濃く関わる、そんな今ゆくゆくそれが何かっていうのはちょっとあれだけど、まあオフ会もそうかもしれないし、ライブ配信ももうちょっとやっていきたいしとか、もっとナサポンを知ってもらえるコンテンツ、限定のコンテンツを発信したいしっていうのを作っていきたい。そうで結構さ、インスタとか DM くれる方も多いんだよね。一人一人にちゃんと返したいと思うんだけど、ちょっと限界が来てたりするから、私の手が足りません。サブクスク開始が一つ目標としてあります。5つ目が月1で旅行に行きます。ホテルに泊まる一泊だから土日でもいいの。うちらさ2人とも会社員だから、そんな気軽に旅行行けないんですよ。ハイシーズンが休みだけど高いし、まあ土日しか行けないからね、平日は働いてるか普通に土日で行くしかないんだけど、まあ土日で旅行行けるぐらいの範囲になっちゃうけど、それをちょっとやりたいんです。でそのうち海外旅行は2回行きます。1個はハワイでも決まってるし、もう1個は後半で行きたいかな、秋とか。なんで旅行に行きたいかっていうと、旅行くです。子育てにもいいと思って、まあ、もちろん NASA が個人的に若いうちにいろんなとこ行きたいっていうのはあるんだけど、いろんな出会いもありますし、やっぱ生で体験することの重要性を感じてます。いろんな経験と感情を覚えますので。6つ目が、あこれはプライベートでまとめちゃった、体型改造と NASA も英会話を再開したいと思います。ポンみたいに別にビジネスで使うわけじゃないから、 NASA は英会話、日常英会話を軽くできるぐらいのレベルでいい。だから例えば週1とかゆるーく細長く続ける。体型改造は体重をなんかいっぱい減らしたいっていうよりかは見た目の体型を変えたい。お腹からした下半身がもうボヨボヨなの、脂肪で。だから引き締めたい、用なしみたいな。そう、用なし体験なの。だから筋トレとか運動を習慣化することです。7個目、編集を、委託し始めたいと思います。夏前後ぐらいに始めて今年中にちょっと任せられるぐらいのところまで持っていきたいです。そこまで修正が発生しないぐらい。で最後がダンコのことです。これはボンス言ってたけど習い事始めるです。オナさん動き出してます。習い事の体験が始まりますので、それで決めていきたいです。ダンコに新しい環境に飛び込んでもらおうと思います。はい、以上です。早く痩せないと。分かったよ。でも今目標だったけど、私たちの生活は今年すごい変化があるから、また面白いコンテンツを上げていけると思いますので、我々の生活をぜひお見逃しなく。一個ビッグトピックとしては引っ越しかな。引っ越しが何回やるか分かりませんっていうのがちょっと小出しできることです。引っ越し1回以上。そうだね。だからそれもすごい大変だ。本当今年すごい大変だと思うよ。いろいろ参考になると思います。今年頑張って、頑張り次第ではもう生活変わるから、盛りだくさんの一年になると思いますので、私も夫婦仲良く、家族仲良く過ごして、おでこのシワ気にしすぎ。分かった、もう後でやって、クリーム塗って、目つぶらない、現実逃避しない。こっち。それでは皆さんありがとうございました。それではまた。バイバイ。バイバイ。ダンコ。